東京オリンピック、自転車の男女の BMX フリースタイルパークは、決勝のスタート順を決めるシーニングランがそれぞれ9人が出場して行われ、中村リム選手が2位、大池水戸選手が8位で来月1日の決勝に進みました。東京オリンピックの新種目、BMX フリースタイルパークは、 小型の競技を自転車でアクロバチックな技の難度や完成度を採点形式で競います。31日は東京江東区の有明アーバンスポーツパークで男女それぞれ9人が出場して決勝のスタート順を決めるシーディングランが行われました。男子で19歳の中村選手は滞空時間の長い高さのあるジャンプを活かして 中返やりしながらハンドルを回転させた後と車体を横方向に回転させる技や、空中で自転車と共に横方向に2回転しながらハンドルを2回転させる大技を決めて、2位で決勝に進みました。また、女子の大池選手は、大技を繰り出しながらも着地にミスが出て、8位で決勝に進みました。決勝は来月1日に行われ、 男女それぞれ9人の出場選手の中で中村選手は8番目、大池選手は2番目にスタートします。中村新儀含め BMX のかっこよさを伝えられるよう頑張る中村リム選手は自分がやりたいと思っていたことは大体できた。3位以内に入りたいと思っていたので良かったと振り返りました。 中村選手は東京オリンピックに向け新しい技の習得にも取り組んできたということに、新版も初めて見た方が高いポイントをくれると思うので、今日は出さずに決勝に残しておいた。新しい技も含め BMX のかっこよさを伝えられるよう頑張りたいと意気込みを示しました。 大池決勝は技すべて組み込み悔いのない走りを大池水戸選手は緊張があったし、ミスもあってポイントが伸びなかった。この種目を広めたいという思いで臨んでいるので決勝は自分の出せる技をすべて組み込んで悔いのない走りがしたいと話していました。